谷パーサーです、本日はですね、この間買ったねこのガナコの、ウィンドウォッシャーとコンパウンド、そしてこれからこの、まあ、緊急時というか急にね雨が降ってきた時に、水はじきをさせるためのを買いましたけども、まあ、せっかくなんで、今日はねこちらの方を、実際使用していきたいと思います。まあ、ちょっとね、まあ、選択として、まあ、十分じゃないかなと思うんですよ。これで、まあ、ウィンドウォッシャーもね安いもので、まあ、200円ぐらいからあるんですよ。199円とかね、オートバックスで。だけど、まあ、僕はちょっとガナコっていうのはね昔ながらこうちょっと信頼と実績がありますんで、ガナコでだいたい水はじきのねやつやったりすると、ギャラコーって CM やってましたからね。あんな感じでちょっとね、やっぱ高速道路乗っても水はじきがすごくいいんで、まあ、ウィンドウォッシャー液もそれにしちゃおうかなというところでございますよ。そう。だからこれをちょっとね、買いました。まあ、要はこれを、車の方に入れて、ね、あとコンパウンド、ね、コンパウンド買いました。これね、小傷などを、これからちょっと取っていきたいと思うんで、結構小傷がね、あるんですよ。だからそれをちょっと綺麗にして、やりたいと思います。でこれはね今日はちょっとつけないかな。もし雨が急遽降った時だけつけるので車に積んどこうかなという感じでございます。まあちょっとこんな感じで今日ねやっていきたいと思うんですけど、まずはじゃあこのガラコをウィンドウォッシャー液入れます。2リットルでちょっとね真水は入れてあるんですよ。なのでその真水から足しちゃおうかな。それでいいかな。それでいきましょう。で今回はこう3点変容なのでクリアな視界がもっと長続きしますというガラコを塗って、シリコンガラコウォッシャーでガラコワイパー、まあ、すごいねガラコ尽くしだね。はい、まあでもいいです。とりあえず僕はこれをやってでこれを塗ればバッチリだと思いますん でまずこいつをこれから入れましょう。でははい、ある程度ここなんですけど、ある程度ね水は入れてあるんですよ。ただ凍っちゃうんでね、ほらこれね結構水入れちゃったからあれかな、水を抜かなきゃいけないかもしれないけど、まあいいや、一旦これを入れましょう。さあこれをねこの中にドボドボっと入れていきたいと思いますけれども、あれかな、あ、波の上まで入れちゃった。ただ一つ言えることは、ここでいいのかな。あ、いいんだね、ノーマルだから、うん、はい、ここで OK でしょ。はい、はい、これで OK です。簡単でしょ。本当はね、もうちょっと水を減らしてからの方がいいんだけど、まあいいです。とりあえずこんな感じでしょうかね。続いてですね、ちょっとこれをやっぱりどこかなと思いまして、行きましょう。よいしょ。 OK。
応これでいけるかな。はい、はい、これで雨の日に、かけてもいいんですけど、かけば全然いいでしょう。だいぶ水弾きが良くなりましたね。オッケーてな感じでございます。いいしょ、結構綺麗になったよね。はい、あとは雨の日に期待でございます。はい、続きましてコンパウンドね、これをね塗らなきゃいけないんですけど、ちょっとね、はい、こちらほらね、きっついてるね、これこの小傷がね目立ってるんで、これでゴシゴシと綺麗にしていきたいと思います。ちょっとアングル的にはよいしょ、こんな感じかな。ちょっとタオルを使ってこれをねちょっとポロッと立てて、あ、振ればよかった。振ればよかった。よし、これでよいしょ、果たして綺麗になりますかね。綺麗になりましたね。外あんま擦りすぎちゃうと塗装も剥がれちゃうので、あ、でもこれやりだしたらキリがなさそうだな。やばそうだねこれ、ちょっとやばそうだね。下の感じもみるみる通販みたいになってるよ。これちょっと、ね、気合入れて塗らないとダメかも。あー、ちょっと塗料が塗装が薄くなっちゃうかな。でも見てね、コンパウンドって1個あるとやりすぎると塗装がね良くなくなっちゃうんで、みるみるうちにちょっと傷が消えてきた。あんま濃すぎたくないんだけどね。はい、皆さん見てください、もう一個やりだしたら気になっちゃうからな。ダメだね、消えたでしょ、魔法みたいでしょ。よく取れる布の方がいいかも。白もまだ触らない。コストコで買ったこの汚れがよく取れる布巾、白いやつね。これでやったらやばいよ、傷が消えるもん。ただ擦りすぎると塗料が剥がれてしまうので、それだけ注意してくださいね。でもこれで十分でしょ。あ、手が疲れてきた。芯を打ってるね、これは。
冷えたね。ほら全くっていうより消えでしょ。どうでしょうか。綺麗に消えました。まあこんな感じでね、ちょっとやれるところはやっていこうかなと思うんですけど、はい、こんな感じになりました。ほら、でかい傷が消えたでしょうか。まあ、小傷いっぱいあるからね、それをやりだしたらキリがないんだけど、ここが綺麗になったんでいいでしょうね。一番汚れた場所が綺麗になりましたんで、まあこんな感じです。はい、てな感じでちょっとね、このカット3点を早速使ってみましたけど、まあまあまあこんな感じです。必要なものとしてね、ゲットしておくのはいいんじゃないでしょうか。まあこれちょっとの小傷だったら取れますんで、皆さんおすすめでございます、このコンパウンドね。はい、てな感じで皆さんもこれにしてみたらどうでしょうか。はい、まあ、本日はこんな感じの動画でございます。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価ボタンお願いいたします。以上、谷プロさんでした。バイバイ。あー、鼻水寒いね。本日もまた iPhone で撮影しております。バイバイ。